はい、こんばんは。こんばんは、アレリア。ちょっと早いかな。こんばんは。こんばんは、アレリア。こんばんは、アレリア。アメン。アメン。アメン。こんばんは、アレリア。12月26日、夜の電波放送です。昨日の、礼拝、礼拝、クリスマス礼拝、よかったですね。イネさん、こんばんは。ハレリア、ハレリア。こんばんは、ハレリア。にゃおこさん、こんばんは。ハレリア。はい。菊池さん、こんばんは。今日は角度が違う。それ理由がありましてですね。またパソコンが調子が悪くてですね。パソコンがちょっと使えなくなりまして。またちょっとこう古い方のパソコンを使っております。2回も壊れるっていうのはちょっとやっぱりサタンの攻撃じゃないかと思うんですけど、サタンによって、パソコンを壊されてるという、そういう感じでしょうか。でも、神様は、備えのある備え主と言いまして、神様がもう守ってくれます。サタンの攻撃は激しいですが、神様も守ってくれます。リカーさん、今日は寒かったですね。はい、今日寒かったですね。でも皆さん、今日の朝も言いましたけど、もう冬至が終わりましてですね、これから一日一日、昼が長くなるんですよ、皆さんね。あ、ツイキャスの方、ごめんなさい、ツイキャスが ツイキャスの方がクリスマス礼拝になってますか。はい、じゃあちょっと直さなきゃいけないですね。今直るかどうかちょっと分かりませんが。ちょっと直しましょう。ね。いつも忘れちゃいまして、ごめんなさい。どうやって直すんでしょうかね。はい。いつもですね、忘れちゃいます。はい。はい、これですね、アカウント今から直るでしょうかね、ライブの設定。はい、うちーさん、こんばんは。にゃこさん、毎年冬になると沖縄に住みたくなる。そうですね、確かに、沖縄いいですね。はい、これで直しましたよ、ね。一応直しました。これで大丈夫でしょう。昨日のクリスマス礼拝ね、もう本当に、ハンドベルも、まあ、一応成功しましたし、キャンドルサービスも良かったですね。クリスマスね、もう今日もですね、会った人にですね、メリークリスマスと今日も言いましたけども、明日も言いたいですね。もう25日な過ぎたらもう言わないなんてよ、じゃなくて、しばらくメリークリスマスって言いたいですね、皆さん。皆さんも言ってくださいね。リクワさん、クリスマス礼拝良かったです。そうですか。今日一日寒かったですが、油注ぎでポカポカです。アメン。アメン。昨日のですね、礼拝で、まあ、油注ぎ受けた方もいると思います。まだ油注ぎ続いてますね。油注ぎ続いてますよ。ね。あ、キューちゃん、メリクリ。じゃあ今日言いましょうか、皆さん。メリークリスマス。皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。はい、本当に、私たちは、イエス様は昨日も今日もいつまでも変わりませんからね。キューちゃんの放送を見るといつも心が清らかになります。アメン。私たちはいつも喜んでいいのです。聖書にあるんですよ、いつも喜びなさいってね。
いつも喜びなさいとあるんですから。私たちはいつも喜んでいいんです。いや、いつも喜ばなければならないんですね。いつも喜ぶべきなんです。皆さん、喜ぶことが信仰なんです。喜ぶことが信仰で、そして、その喜ぶことがクリスチャンの、ね、基本的な感情、基本的な感情ってなんか 変かもしれませんが、クリスチャンが基本的な喜ぶことが基本的な感情なんです。喜んでいいところが喜ぶべきなんです。喜ぶべきなんです。それはイエス・キリスト、ね、イエス・キリストを信じるということは、火の用心、なんかカチカチ火の用心って聞こえますね。外でなんか、カチカチやっております。信仰で悪夢を見なくなったので夢の中でさえ喜んでます。わお、皆さん、菊池さんはですね、夢の中でも喜んでますよ。夢の中でも喜ぶ、素晴らしいですね。夢の中でも喜ぶ、素晴らしいです。BGM 聞こえるでしょうか。あ、ごめんなさい、LINE LIVE の方とね、ツイキャスの方はちょっとBGM 聞こえないと思うんですが、ニコ生の方 BGM 聞こえますか。菊池さん BGM 聞こえますか。 BGM 聞こえますか。ニコ生も BGM 聞こえない、そうですか。じゃあちょっとですね、見てみましょうね。ニコ生も聞こえないっていうことですが、ちょっとボリュームが小さいのかな。これで聞こえるかな。聞こえないですね。止まってるみたいですね。なんかね。はい。BGM 止まっちゃってるようですかね。はい。ちょっとわかりません。原因が。すいません。BGM 聞こえないようです。はい、聞こえない。ああ、サタンの妨害。はい、BGM をサタンの妨害にしておきましょうね。もう私たちは霊的な戦いです。全てが霊的な戦いと言ってもいいでしょう。全てが霊的な戦いです。ですから私たちはいつも喜んで、いつも喜んで会いましょう。喜ぶならば、それが、まあ、勝利と言えるでしょう。喜ぶなら勝利ですよ、皆さんね。BGM なんて別にいいと思います。でも、主の愛は今は流してほしいです。あ、主の愛、いいですね。はい。ちょっとまあパソコンが違うと意外といろいろ操作がですね違うので、まあちょっとやりにくいという感じがありますよね。まあこれも何か意味があって、すべてのことに意味がありますから、パソコンが壊れたと言って慌てる必要はないんですね。まあパソコンが壊れても何かそこに神様の計画があります。ですから、まあ慌てなくても、まあ、こうやって冷静にやればですね、放送もすることができます。私たちはですね、いろいろハプニングがあります。いろんな出来事がありますけど、神様はそのことをご存知です。で、神様はですね、そういうハプニングの時を動揺してはいけないとおっしゃっています。こういう御言葉がありますね。ですね、
第一コリント十章の十三節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。皆さん、私たちの試練というのはですね、人の知らないような試練じゃなくて、多くの人が体験する試練ということになるでしょう。そして神様はですね、その試練とともに脱出の道も備えてくださっている。試練だけではない、試練だけではなく脱出の道も備えてくださっていると書かれているんです。港さん、こんばんは。すごいですね、皆さん。神様は脱出の道も備えてくださっているんです。ですから私たちは動揺しないでですね、主に委ねて、そしてヤコブにあるように試練の時喜びましょう。試練の時喜ぶのです。ゴールが必ず用意されているんですね。ゴールというよりも、脱出の道ですね。ゴールも備えてくださっていると思いますが、つまり、試練が、ね、来た時に、もうダメだということはないということです。神様は全知全能です。神様は全知全能ですから、神様に、脱出の道をは、神様には用意できるということですね。神様には、脱出の道が用意できるんだということです。それを信じるんですね。それを信じるんです。神様には脱出の道があるんだ、脱出の道を用意することができるんだということですね。これでちょっと BGM 鳴ってるじゃないですかね。あ、鳴ってますね。ちょっと BGM 大きいですか。菊ちゃん、 BGM 大きすぎる、大きすぎる、ちょっと大きい。じゃあちょっとちっちゃくしましょう。ちょうどいい、ちょうどいい、このぐらいがいいかな。このぐらいでどうでしょうか。聞こえなくなった聞こえなくなった。あ、聞こ、じゃあちょっとちっちゃいのですかね。このぐらいでどうでしょうかね。はい、ちょっと大きくしましたけど、また大きすぎる大きすぎる、ちょうどいいちょうどいい難しいね。はい、うるさいという人と小さいという人とね、困っちゃいますよね。もう 2,3 人 BSP の人がいるといいんですけど、はい、それではですね、何を話したらいいでしょうか。そうです、皆さん、試練の時ですね、試練の時私たちは、脱出の道があるということですそして神様はですね、耐えられない試練を与えないということですね。皆さん喜んでください、喜んでください。神様は皆さんに耐えられない試練を与えない、耐えられない試練を与えないということです。信じますか。 LTL は来年の年間聖句あるんですか、港さん多くの教会は年間聖句っていうのがあるんですけど、
LTL はリバイバルですね。毎年リバイバル聖句ではないですけども、もう今年もリバイバル、来年もリバイバル、その次もリバイバルね。もう年間キャッチフレーズはリバイバルですね。年間キャッチフレーズリバイバル、よく言われるんですね。キューちゃんの、夢は何ですか？リバイバル。キューちゃんの、趣味って言ったら変ですね、関心事は何ですか？リバイバル、ね。もう年間キャッチフレーズがリバイバルですね。だって考えてください皆さん、私たちはですね、一番大事なことを考えるべきじゃないですか。一番大事なこと、それは皆が崇められることじゃないですか。御国が来ることじゃないですか。その御心が行われることじゃないですか。そしたらリバイバルですよね。もうリバイバルがもうその3つともね、3つともなるんじゃないですか。吉尾さんは怒ったりすることはないんですか。なんでいつも笑顔でいられるんでしょうか。そうですね、イエス様の命令がそうですよね。イエス様の命令は、その人に優しく寛容にとありますよね。ですから、その怒るに遅くともあります。怒るに遅く、それはイエス様の命令なんですね。優しくする、優しくなる、これはですね、クリスチャンとして、クリスチャンの態度、クリスチャンはそのようであるべきだと、まあ、立法主義じゃないですね。立法主義でこうしなきゃいけないっていう、そういう感じじゃなくて、信仰で油注ぎを受けて信仰に燃えていくと、だんだんそうなっていくという、自分でしようと思ってもなかなかなれないね、自分で自分を変えられないですよね。聖霊様の働きですね。聖霊様の働きでだん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 クリスチャンが変わるんですよ。信仰で燃えていくとだんだん変わるんです。あ、聞こえますね。ですから皆さん、信仰で燃えていきましょう。信仰で燃えていけば皆さん優しくなれるんですよ。皆さん柔和になるんですよ。皆さん笑顔になるんですよ。そしてさっき、いつも喜びなさいっていう命令がありました。いつも喜ぶとだんだん表情がね、笑顔になりますよね。菊池さん、表情が優しくなったと言われましたよ。アメン、アメン。クリスチャンになってですね、まず優しくなるんですね。今年の夏からキューちゃんを見始めてすごく笑顔になりました。ありがとう。アメン。よかったですね。素晴らしい。放送を見るだけで笑顔になる。放送を見るだけで優しくなる。放送を見てると変わっちゃう。放送を見てるだけで、人格が変わっちゃう。悪く変わっちゃうんじゃないですよ。よく変わっちゃう、ね。放送を見るだけで人格が変わっちゃう。これは、聖霊様の働きです。聖霊様の働きというのは、神様の働きということです。聖霊様の働きというのは、油注ぎの働きということです。放送を見るだけで天国ポイントが貯まる。アメン。放送を見るだけで天国ポイントが貯まる。もう本当に世の中はポイントポイントですね。お店行くとポイントポイントと言って、私もですね、私もよく近くのお店に行くんですけど、サンワスーパーのポイント随分古びてますね。で、近くの薬局のポイント、近くの薬局のこれ 3話のポイントね。まあ本当にこういうポイントを
というのはね、あの、まあ、なんて言うんでしょうかね、一つの何かこの人間の買い物の楽しみかもしれませんね。でも皆さん、最高のポイント、最高のポイント、それは天国ポイントですね。天国ポイントって聖書に書いてあるのですか？聖書には、天の宝と書いてあるんですね。天の宝、天の宝を、積みなさいとあります。天の宝を積みなさい、それをですね、天国ポイントと言い換えてるだけなんですけど、意味的には天の宝ですね。この地上に蓄えてはならないと書いてあります。ちょっと読みますから、皆さんこれ大事なポイントなので聞いてくださいね。大事なポイントですよ皆さん。マタイ6の19、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も傷もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。自分の宝は天に蓄えなさい。自分の宝は天に蓄えなさい。この地上の宝はなくなっちゃう。この地上の宝は虫が食う、錆がつく、盗まれる、ですから天に宝を蓄えればセキュリティがもうバッチリだということですね。盗まれることはない、錆びることはない、虫がつくことがない。天国の宝、それが本当の宝です。天の宝、天に宝を貯める、それが本当の宝です。本当の宝です。そして宝のあるところを、宝のあるところにあなたの心もある。つまり、その宝が地上にあれば、宝が地上にあれば地上のことを考える。宝が天にあれば天のことを考える。皆さん、どっちを考えるべきですか？どっちを考えるべきですか？天のことを考えるべきですね。天国のことを考えるべきです。天国のことを考えるべきですね。天に、心があると、心が明るいと書いてあります。地上に心があると心が暗くなる。多くの人の心が暗いのは心が地上にあるからですね。宝が地上にあり、心が地上にあるから多くの人の心は暗い。多くの人の心は暗い。しかし天に宝がある人は天に心があって、心が明るくなります。心が明るくなります。皆さんの心は明るいですか？暗いですか？皆さんの心は、明るいですか？暗いですか？コメント来ました。こんばんは。クリスマスプレゼントに腹巻きと老眼鏡と佃煮をいただいたので、お礼に聖書をプレゼントしました。少し喜んでもらえたようです。クリスマスプレゼントに腹巻きなんかくれる人がいるんですか？腹巻きと老眼鏡くれるんですか？佃煮をいただいたので、お礼に聖書をプレゼントしました。少し喜んでもらえたようです。そうですね、聖書をプレゼントってね、いいですね。聖書をプレゼント、
皆さん何かあったらですね、聖書をプレゼントしましょう。私もよく結婚祝いにね、結婚のお祝いに聖書をねあげたことが何回もありますね。結婚祝いですね、結婚祝いに聖書いいと思いますよ。誕生日に聖書というのもいいかもしれませんね。誕生日に聖書、それもいいかもしれません。僕は親に愛をプレゼントしてます。アメン。菊池さん、最高のプレゼントですね。最高のプレゼントですよ。最高のプレゼント。いいですね。僕は以前はがんを患ってましたが、進行で完治しましたよ。素晴らしい。素晴らしいですね。ぜひスカイプで証ししてくださると、スカイプを、ね、で証ししてくださるとすごく嬉しいですね。がんの完治なんてですね、すごい証しだと思うんですよ、ね、がんの完治。ぜひ遠慮、ちょっと勇気を出してですね、勇気を出してスカイプで証ししてください。この放送が毎日の生きがいになりました。アメン。素晴らしい油注ぎです。以前はゲイでしたけど、今はイエス様の花嫁修行をしています。なんでじいさんの放送が人気なんだろう。私が人気なんじゃないですよ。私じゃなくてイエス様ね、イエス様が人気なんですよ、イエス様が人気ですね。ですから私の放送じゃないんですね。足が生えてきた証は感動しましたね。すごいですよね。お風呂入ったら足が生えてきたという。神様に不可能ありません。神様に不可能はありません、神様は何でもできます。神様は何でもできるんです。はい、スヌーピーさん、こんばんは。神様には何でもできるんです。試練の話もして、試練の話もして、試練の話ですか。じゃあちょっとヤコブ読みましょうか。ヤコブね、試練の話をしてほしいという、試練に合ってる方でしょうかね。はい、試練の話。ヤコブ 1-2、 私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなたは何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。それから12に飛んで、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練の時はですね、喜びなさいと書いてあるんですね。試練の時喜ぶ？なかなか試練の時って喜べないですね。でもですね、皆さん、その試練がどういう意味なのか。試練っていうのは偶然ではなくて、神様が私たちを訓練するためにその最善の設定をしてるんだということが分かり、またその試練を信仰で乗り越えたときに成長するということを知っているならば、試練を喜ぶことができるんです。つまり試練を試練と思っちゃいけないんです。試練を訓練と思うのです。試練をね、試練をその意地悪と思っちゃいけないんです。試練を愛だと思いますよ、ね。試練は神様の愛、試練は神様の愛と思いましょう。多くの人は試練を、
ね、神様の意地悪だと思ってですね、余計に不信仰になっちゃうんですね。余計に不信仰になっちゃいます。そうではない、そうではない、その試練の時、これは神様の愛なんだ、神様の愛なんだ、神様は変わらない方なんだ、良い時も悪い時も同じ方なんだということを信じて、試練は愛なんだと信じるんです。 LINE ライブの方はちょっと止まっちゃってますね。 LINE ライブの方皆さんちょっと止まってるようですけど、にゃんこさんちょっとコメント打ってください。なんか止まってるようですけど、止まってるんでしょうか。はい、それではですね、皆さんが試練の時に喜んでほしいと思います。試練の時皆さんは喜んでほしいと思います。あ、もかさんこんばんは。 LINE ライブちゃんと映ってますね。 LINE ライブちゃん、はい、延長ラグっていうのか、延長バグですね、延長バグ、はい、はい、動きました、ありがとうございます。延長バグですね、延長バグ。それでは明かしていきましょう、明かしていきましょう。明かしの前に角笛でした、ごめんなさい、角笛忘れました。じゃあ、何つのべいきましょうかね、何つのべい、何つのべいきましょうか。そうですね、喜びつのべ、喜びつのべ、皆さん、クリスマスを喜び、お正月を喜び、いつでも喜び、試練を喜び、再臨を喜び、リバイバルを喜ぶ、喜びつのべ、喜びつのべ、いつも喜ぶ、喜び、いつも喜ぶ、つのべ、いつも喜ぶ、つのべ。クリスマスを喜び、お正月を喜び、リバイバルを喜び、再臨を喜び、試練を喜び、すべてを喜ぶ、すべてを喜ぶ、イエス様を喜ぶ、イエス様ご自身が喜びで、私たちはイエスキリストを思う気持ちで喜びます。では、証しタイムいきましょう。証しタイム。明かしタイム、イエス様を信じて喜ぶようになった角部、喜ぶようになった証、イエス様を信じて喜ぶようになった証、試練の時も喜べるようになった証、いつでも喜べるようになった証、いつでも喜ぶようになった証、スタートスタートスタート、僕は引きこもりだけど喜びます。以前は怯えていた、今信仰で恐れない。
無職を喜べるようになりました。無職を喜べるようになりました。おいら決めた。この老人を信じてクリスチャンになる。この老人を信じてクリスチャンになる。アメン。試練は神様の愛だと思って、いつもニコニコできるように努力したいです。アメン。そうか、キューちゃんが言っていたことはそういうことだったんだ。ああ、信じてもいいかも。青い空を見ていたらイエス様の油注ぎを感じました。ニート万歳と思った。ニート人生万歳と思った。親に虐待されたけど信仰心で耐えられます。父親との和解という試練を乗り越えることができた。イエス様感謝します。菊池さん、以前は人を傷つけていた。今は信仰で人を助けている。初詣に行くと呪われると思う。アメン。そうですよ。一人で辛くてもイエス様が励ましてくれるので乗り越えられます。アメン。イエス様を信じたら故障していた電卓が動きました。このパソコン動け。家族から反対されてもこの放送を見続けるでござる。喜んで泣きながら放送を見てます。今のキューちゃんの PC が動くように祈りました。ありがとうございます。呪われると言い切れる根拠は何ですか？聖書に書いてあるんです。聖書が根拠です。聖書が根拠です。キューちゃんのおかげで仕事が頑張れそうです。リクハさん、よかったです。アメン。いつも心が枯れていた心のつぼみがまた咲いた。アメン。偶像崇拝やめた。この放送で日本の歴史を学んでいます。この世はつれえ、つれえは。この放送で胸を張って生きる。どうしたらエネマグラをやめれますか？何でしょうそれ。便秘が治った。この放送はには随分お世話になってる。アメン。
この放送のおかげで毎朝楽しく起きられるようになりました。キューちゃんの放送に毎回来るようになりました。毎日お風呂に入る習慣がつきました。この放送は霊的温泉です。霊的温泉、温泉放送です。心の洗濯、心の温泉です。皆さん、心がきれいになることが本当に大事なんです。心がきれいになることが本当に大事です。油注ぎが来ました。油注ぎが来ました。キューちゃんがイエス様に近づいてると思った。ありがとうございます。ものすごい嬉しいです。ものすごい嬉しい。イエス様に近づくことは素晴らしい。イエス様に近づくことは素晴らしい。すごく嬉しいです。温泉いいですね。霊的温泉。以前は人を罵ってた。今は信仰で人に優しく接している。早く天国に行きたいです。早く天国に行きたい。コミュニティ参加しました。私もクリスチャンです。ありがとうございます。来年こそリバイバルが来ると信じています。来年こそリバイバルが来ると信じています。賛美歌を学校で歌ってたら友達が増えた。キューちゃんのようにいつもニコニコできる人になりたい。なれます、なれます。油注ぎを受ければもう喜びがあふれてくるんです。御霊の実は愛、喜び、平安。御霊によって喜びがもらえるんです。イエス様の喜びです。イエス様を喜ぶのです。イエス様を喜ぶのです。救いを喜ぶのです。救われたことを喜ぶのです。そうすればニコニコなれます。だからニコニコ生放送なんですね。ニコニコ生放送、それは、イエス様の喜びでニコニコ、イエス様の喜びでニコニコ、本当のニコニコ生放送、本当のニコニコ生放送、信仰によるニコニコです。信仰によるニコニコ。来年はキューちゃんが南京に行けるように祈っています。アメン、アメン。南京に行きたいですね。南京に行きたいです。紅白見ません。初詣行きません。この放送だけ見ます。紅白行きません。初詣行きません。この放送だけ見ます。アメン。素晴らしい、素晴らしいです。イエス様が皆さんの信仰を見ています。イエス様が皆さんの信仰を見て、報いを用意されてますよ。皆さんの信仰の報い用意されてますよ。信仰の報い皆さん用意されてますよ。用意されてます。ぜひ期待しましょう。天国、天国ポイントを貯めて、天国ポイントを貯めて報いを、ね、まあその天国ポイント、天国ポイントが報いじゃないかと思うんですね。天国で貯めた宝をですね、私たちが再臨されてイエス様がこの地上に来るとき
その報いを携えてくるとあるんです。皆さんの報いがイエス様が携えて持ってく来てくださるんですよ。皆さん再臨の時にですね、皆さん再臨の時にイエス様が、ね、その報いを携えて持ってきてくれるんです。本当です、本当なんです。皆さんの行いに応じて、行いに応じてイエス様が、ね、報いを携えて持ってきてくれるんです。ですから私たちが再臨を待ち望むというのはですね、まあ、その自分の報いに期待してもいいと私は思うんです。自分の報いはどのくらい溜まったんだろう、天国ポイントどのくらい溜まったんだろうと、キューちゃんそれは欲じゃないかという人もいます。あのこの地上のこと、この地上のことが欲なんです。天国ポイントは欲じゃないんです。天国ポイントは欲じゃない。なぜかというとそれは信仰があってのことですから、信仰あってのことだから、そういうのは欲じゃないんです。欲というのはその地上のことなんですね。その地上の宝、地上の宝が欲しいと、地上の宝を欲しがることが欲です。天国のポイントは欲じゃないんです。不思議ですよね。なんか似てますけど、似てますけど違うんですよ。不思議ですね。天国のポイントが欲しい、天国のポイントもっともっと欲しい、これは信仰なんです。皆さん不思議です。ギャンブルでもお金が欲しいと欲が出ます。ギャンブルも欲です。この世のことはみんな欲なんです。皆さんこの世のことはみんな欲なんですよ。この世のことはみんな欲なんです。ですから私たちは欲を捨てて、欲を捨てて信仰で歩みましょう。欲を捨てて信仰で歩むのです。もうこの地上のことに未練を持ってはいけません。私たちは天の宝を蓄えるのです。天の宝を蓄える、天の宝を蓄える、それがとても大事なことなんですね。皆さんの天国ポイントは何ポイントですか。ちょっと皆さん、書いてください。皆さんの想像で実際は違うと思いますが、皆さん自分の天国ポイント何ポイントですか。天国ポイント何ポイントですか。2万ポイント、0ポイント。信仰のない人は0ポイントですよ。5億ポイント、10億ポイント、1兆ポイント、1億ポイント、20ポイント、2億ポイント。菊池さん2億ポイント、2億ポイント。2億ポイント多いですね。1神ポイント、キューちゃんは9億ポイントはい、ありがとうございます。まあなんかそういうね、数字をつけたらちょっと冒涜的な感じもありますので、まあ、それはですね、どのくらいのポイントかどうかはもちろん分かりませんけど、まあそういう数字じゃなくてですね、数字じゃなくて、まあより多くという感じでしょうかね。私たちの人生は天に宝を蓄える人生ではなく、あ、ごめんなさい、地上に蓄える人生ではなく、天に蓄える人生、天に宝を蓄える人生、まあ、それが、求められています。世の中の人たちはみんな地上のことを考えます。地上に、偶像崇拝って結局そうでしょうかね。偶像崇拝っていうのは、まあ、この世のものを偶像にするということでしょうかね。この世のもの、だからそれは結局この世の、まあ、偶像がこの世の宝という感じでしょうかね。偶像がこの世の宝、
ですから私たちはイエス・キリストを信じて初めて、イエス・キリストを信じて初めて天国に宝を積む始めます。イエス様おっしゃいました。朽ちない財布を作りなさいと言いました。朽ちない財布、まあ、朽ちない財布っていうのはまさにその天国の宝を、まあ、積む財布ということですね。天国ポイントの財布、まあ、今風に言えば天国ポイントカードと言いましょうか。イエス様がですね、天国ポイントカードを作りなさい、朽ちない財布を作りなさいとおっしゃいました。つまり天国ポイントを貯めなさい、天国の宝を、まあ、積みなさいと言ってることです。皆さん喜びましょう。皆さん、朽ちない命と朽ちない宝を得ているんですよ。皆さん、今まではそういうものがなかったんです。信仰を持つまではそういうものがなかったんです。永遠の命も持っていなかったし、そして永遠の朽ちない宝も蓄えていなかったけど、今皆さんはその、天国ポイント、ね、皆さんは今貯めているんです。今皆さん天国ポイント貯めているんです。天国ポイントを貯めているんです。それは欲ではないんです。むしろ信仰なんです。信仰、天の宝が欲しいというのは、天の宝が欲しいというのは欲じゃなくて信仰なんです。信仰なんです。信仰によって上乾くんです、ね、明石コメントで天国ポイントたまります。アメン。菊池さん、そうですよ。菊池さんはですね、霊的な、ね、霊的に豊かなんです。霊的に豊かです。本当なんです。皆さん、この手に宝がある人こそ豊かな人なんです。手に宝がある人ほど豊かなんです。皆さん分かりますか？それを理解できますか？それを信じられますか？皆さん本当なんですよ。その貧しいものは幸いというのはそういう意味もありますよ。つまりこの世では貧しくても、ね、天国ポイントを貯めれば手においては豊かなんですからね。ですから、皆さん、この世ではこの世のこの世でお金がある人が幸せのようですけど、そうではないんです。天に宝を蓄えている人が幸せなんですね。天に宝を蓄えている人が幸せなんです。そのことがだん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 皆さん理解、理解されるといいと思います。何しろ、ほとんどの世の中の人はそういうことを知らないんですから、理解してないんですから、もうこの地上のことしか考えてないんですから、もう虚しいことに縛られてる、価値がないものに縛られている、本当に価値があるものを知らないんです。皆さん知りましたね。本当に価値があるもの、本当に価値があるものを皆さん知りましたよね。本当に価値があるもの、信仰と希望と愛、御霊の実、永遠の命、正義、平和、神の愛、そういうものが価値があるんです。皆さん、神様から、ね、神様に属すること、本物の価値が分かるようになりました。菊池さん、アメン。本当に価値があるものが分かってきたんです。皆さん喜びましょう。私たちは本当に価値があるものが分かってきたんです。本当に価値があるものが分かってきたんです。そして価値がないものも分かってきたんです。
価値がないものも分かってきたんです。多くの人は価値がないものを追い求めていますが、私たちは価値があるものを追い求めます。価値があるものを追い求める方が賢いと思いませんか、皆さん。御霊を二属する生き方をしたいです。皆さん、アメン。そうです、御霊に属することが価値があるんですね。御霊に属することに価値があります。ニコ生で価値がある放送はここだけです。アメン。ありがとうございます。ニコ生で価値がある放送はここだけです。ありがとうございます。アメン、アメン、アメン。ですから、そういう正しい価値観がね、この価値が分かってきたんですから、喜ぶべきじゃないですか。天に宝が蓄えられていることを知ったらば、喜ぶべきじゃないですか。イエスは私の喜びです。ミナツさん、イエスは私の喜びです。そうですね、試練さえも喜びましょう。皆さん、試練さえも喜びましょう。脱出の道もあるんです。脱出の道もあるんです。耐えられない試練はないのです。耐えられない試練はないんです。皆さん喜びましょう。今日の放送を見て、今日の放送を見て、試練の時も喜びたい。手に朽ちない財布が欲しい。手に宝を蓄える口座が欲しい人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。本当の価値観を学びたい人、本当の価値観を学びたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。支援を喜びます。ふまきらさん、アメン。コウさん、こんばんはです。アメン。天道様、感謝します。今日の放送を感謝します。以前は私たちは虚しいことに心を向け、この地上のことばかり考えてました。天を知りませんでした。天のことを知りませんでした。天の宝を知りませんでした。しかし、イエス・キリストを信じて、天に宝を積むことが許されました。私たちは、信仰に基づいて、良いことをするならば、それが天に宝を蓄えて、そこに私たちの心があり、この地上に心があるのではなく、天に心があり、そして天に心があると、心が明るくなることを学びました。イエス様、感謝します。今アメンと言った方々の心が、天にありますように、そして明るくなりますように、天の光を受けて、天の光を受けて、心が明るくなり、希望が出てきますように。虚しくはない、生きることは虚しくはない、生きることは素晴らしい、生きることは素晴らしい、ものすごく価値がある、ものすごく価値がある。天に宝を蓄えるなら、人生がもう色づいて、生き生きとして素晴らしい人生になる、素晴らしい人生になる。アーメンと言った方々が、そのような、生きがいのある人生、意味のある人生、素晴らしい人生と変わっていきますように。イエス様、どうぞ、祝福してください。変えてください。感謝します。イエス様、感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。シャローム。シャローム。シャローム。アーメン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 。